気になって気になって仕方がないこと。山口県周南市ハムスターさんの気になって気になって仕方がないこと。最近アパートに引っ越してきたのだが。ちょっとあなた、このアパートに住んでるの？ああ、はい。何か変わったことはない？え？はい。体調とか大丈夫？何のことですか？何もなければいいの、気にしないでと言われたこと。京都府京都市バーボンさんの気になって気になって仕方がないこと。ごちそうさまでした。会社で。来た。あ、お前彼女できたんだって？はい、おかげさまで。後輩に彼女ができ。どんな子？かわいいの？まあ、はい。芸能人だと誰に似てんの？と聞くと、そうですね、誰よ？あ、阿佐ヶ谷姉妹の綺麗な方ですと言われたこと。ということで、気になって気になって仕方がないこと。